2月10日から兵庫県淡路島で行われる全日本選抜小学生野球選手権淡路大会へ北海道を代表として出場する北海道選抜が道内最後の練習を宇多市内チロルアリーナで行った。練習始めに杉山哲也監督からメンバー全員にネーム入りリバーシブルネックウォーマーのプレゼントがあった。また保護者からは暖気と横断幕がプレゼントされ、アリーナに掲げての練習ではチーム一丸となった練習となった。チームメガホンも届き、全ての準備が整い、絆が一層高まった同チームは2月9日に立ち、同日現地練習会場へ移動し、チーム結成後初のグラウンド練習を行う予定だ。翌日の10日、いよいよ本大会に挑む。チャンネル登録よろしくお願いします。